横尾駅は広島県福山市横尾町一丁目にある西日本旅客鉄道福縁線の駅である。1914年に両備え軽便鉄道の駅として開業する。当時の路線は横尾駅から南に直進し国道313号線に合流して福山市街に入り吉駅に至っていた。この路線は 復縁線の強気化に対応できないことから1935年に廃止され、横尾駅から西に曲がり、福山駅へと至る現在のルートに変更された。つまり、横尾駅は開業当時からの路線と、改め記事に付設された新たな路線との接点なのである。なお、駅東口の前にある空地が京弁鉄道時代の駅の跡である。 変速端式2面2線のホームを用い行き違い可能な地上駅。かつての駅舎は無人化された後1980年代末期頃まで旅行場公民館として利用されていたが、公民館を駅近くの現在のものに改築した際に解体された。CTC 化に際し、ビンゴ本場駅から交換設備を移設した際、現在の下りホームの入り口側に線を増設し、 島式一面二線として使用されていたが、あまりにもホーム幅が狭かったため、その後駅、入口側に上りホームが設けられ、現在の形になった。互いのホームは、関米寄りの無外湖線橋で連絡している。福山駅管理の無人駅であるが自動券売機は設置されている。また2007年7月に、愛子家対応の簡易型自動改札機を導入し、券売機も愛子家。 チャージ対応機種に置き換えられた際、自動券売機が収納してある小屋の横に、簡易的な駅舎が建てられていて、そこへ自動改札機が設置してある。愛子家利用可能駅。路線記号制定以降に、列車運転指令上の番線番号がそのまま乗り場番号として案内されるようになった。1日平均の乗車人員は以下の通り、直等駅は、 福塩線の無人駅で一番利用者が多い駅である。瀬尾カッパの小説、少年 H では、主人公、瀬尾はじめの母親の実家の最寄り駅として登場している。福山駅まで、茨鉄道茨線の列車も1日3往復のみ、乗り入れている。ありがとうございます。